足を早めて。 帝国が温泉なんぞを占拠してどうしようってんだ。うるさい。とにかくすぐに立ち去れ。さもなくば痛い目を見るぞ。何勝手を言ってやがる。ここいらは帝国の領地じゃねえだろ。温泉だってみんなのもんだろうが、そいつを独占するってんならちょいとこのジジイの大目玉を食らっていきな。 Finish!
見せて。この肉体が自慢の武器だ。待ってくれ、降参だ降参。帝国は温泉の選挙なんてしてない。俺の真っ赤な嘘なんだ。え？嘘？なんでまたそんなしょうもない嘘なんぞついてんだよお前。それがこの温泉には美肌効果があって、たまにその姉ちゃんが、あっ、今のは違う。断じて俺は覗きなど。へえ、お前さん生ける口ってわけか。え、皆まで言うな友よ。男のロマンってことなんだよな。この湯煙の先にきっと。静かに。うわー、姉ちゃん。うわー、いやー参ったよ。まさかここまでとはね。前からかなり暑かったけど入れないほどじゃなかったんだよ。でも今はまるで煮え湯。こりゃ無理だ。おう、そりゃ残念だな。じゃあ僕はお先に。この辺は火山活動が活発だから君たちも早く帰った方がいいよ。はあ、ナイスバディの美女がいると思ったんだけどな。残念だな、本当に残念だ。また地震か。鎧の中にネットが。おい大丈夫かよ。うわあっちYou're dying!
温泉じゃねえが、これもなかなか健全なロマンというか。って、おい、お前さん、それなんだ。もちろん双眼鏡だ。これでビーチの女神たちを余すところなくこの目に焼き付ける。おいおい、こういうのはな、肉眼で見てこそだろ。双眼鏡なんざ邪道だ、邪道。静かに。あそこにカタリナ注意を思わせる栗色の髪の美女が。ラブパッション、いつマイターン。カタリナ、ああ、確かに似てなくもない。実は俺、注意のファンなんだ。こうして目を閉じれば、いつでもあのお方のまばゆい笑顔が。何してんだ。You、豚野郎。ピーピング、変態。いや、ほら、その、なんだ。これは、男のロマン。いや、サガであってだな。そうだ、ロマンだ。そもそもあんた、機械じゃないか。びっくりした。ぶつかってしまってごめんなさいね。怪我はしていないかしら。痛むのは体じゃなくて心の方ね。私でよければ話を聞くわ。一人で抱えなくていいのよ。ああ、泣かせちまってる。つい口が滑ったというか。あなたたちね、あの子にひどいことを言ったのは。うん、ファスティバじゃねえか。お前さんも遊びに来てたのか。質問に答えてちょうだい。あの子って栗色の髪の機械のことか。確かに俺の言葉で走ってったけど、気にしすぎというか。なんですって。気にしすぎかどうかは言った方が決めるものじゃないの。でも機械なのは本当だし。なあ。いや、そうだけどよ、俺に振るなよ。機械が傷ついちゃいけないとでも言うの。あの子の悲しみは本物よ。え、それは分からず屋さんたちにはきついお仕置きが必要みたいね。ちょいと待ちなって。口が滑ったこいつが悪いのは確かだが、いきなり拳で折檻ってのはお前さんらしくねえじゃねえか。どうしちまったんだ、ファスティバ。問答無用。私の拳を食らって深く反省なさい。みんなのバカンスを邪魔する悪い子には愛あるお仕置きよ。覚悟なさい。ああ、何が起こってんのか分かんねえが、私我慢してくれ。すぐに目覚まさせてやっからよ。それで決める。プロミネンスダイブ。
Quest clear. Duel って面白そうね。派手に行こうぜ。あら、私、今一体何を？いきなり拳に訴えるだなんて、なんでそんな乱暴を。ソリッツさん、大丈夫？あ、元に戻ったみてえだな。殴り合いのことは気にすんな。こっちが悪いんだ。さっきのお前さんの言葉、染みたぜ。あの子の悲しみは本物。機械にだって心は洗わな。心意気に人とか機械とか関係ねえ。そんな簡単なことを見過ごしちまうなんてな。そんな連中が男のロマンだなんだって語るのは片腹痛いってなもんだぜ。な、心意気。確かに、そうか、そうだよな。俺はあの子になんてことを。あの、さっきはごめん。俺、君にひどいことを言ってしまって。 No, I am a machine. I am not pretty. You are right. いや、それは違う。君は十分可愛い、魅力的だ。So beautiful. What?君のそのいじらしさ、俺はすごくキュンときた。心意気に人とか機械とか関係ねえ。だから、俺と付き合ってください。Of course. Why not? こうなるとは思ってなかったが。It's a love! 素敵なカップルの誕生ね。まあ、そうだな。あの二人が幸せだってんなら、めでたしめでたしだ。あとは若い二人に任せて、ジジイとレディは退散するか。姉ちゃんを追い求める男たちのロマンは、とある愛の形に落着した。かくしゃくと生きるソリッツは、答えの出ない問いを胸に早急を仰ぐ。男のロマンとは何か、彼がその答えを紐解く日まで探求の道は続く。でも覗きは絶対ダメ。すみませんでした。まだまだ
満足だぜ。それはクエストプリーズ一本取ったぞ。確かなようで何よりね。